えと今回はデザインカットからこのヒンターランドというコンテンツについて説明します。まあ、ここにサンプル画像がありますけれども、まあ、もう見た通りで、サンズセリフということでフォントなんですけれども、こういうふうに穴が開いてるフォントもあるということですね。で、ここに支給されてるコンテンツは OTF とか えー、WOFF あるいは WOFF2 とかなんですけれども、こういうレギュラーのものは穴がない状態ですね。で、こういうマルチリンガルにも対応してます。で、ラフの状態は、ここでも、ここでもわかるように、レギュラーの場合は穴がなくて、 ラフの場合はこういうふうに穴があるということです。で、いつものようにチャートで説明すると、まあ、2つのフォントがまずあって、穴がないものとあるもの。で、えー、コンテンツの種類はこの3種類。で、もう最初から穴があるということがわかってるんで、フォームを作った時に、えー、もう穴があることはブレンダーで、SVG で、 ファイルを作っても、あの、エラーになるということは分かってるんで、もう最初からもう JPEG ファイルとして出力をします。で、その後 PH、PHP コーディングによって JPEG から SVG ファイルを作る。で、その後、Blender で処理すると、基本 OK の状態になります。で、先ほどサンプル画像で、このように、 文字に対して後ろに風景の写真がこのように配置されているということで、まあこれはもう簡単にできるので、今回もそれを参考に作成してみました。まず JPEG の状態は、えっと上がこういう風に穴が開いている状態。で、下がこういう風に 穴がない状態で、すねでこれを作って、えっ、ー、と、自動で SVG ファイルをこの状態で作ったということです。で、これがその結果になるんですけれども、ここに、あの、無料の、えー、画像がありますので、それを、まあ、いくつかネットから入手して、で、ブレンダーで組み合わせていく画像と、この立体になった文字を組み合わせていくという、 方法を取りますまずこれですね JPIG から作った、えー、文字要はもう 3D になってるんですけれども下がレギュラーで上がラフこちらこうやって穴が開いてますけれどももう問題なく 3D にできてますでこれが 背景を画像にしてこうやって組み合わせて作ったものですね。これはもう、えー、文字はもうできてますのであとは画像を配置するだけです。こちらもそうですね。このようなことがまあ簡単にできますということですね。まあ これ風景側ですけれども、これもブレンダーでこういう植物とか、こういうあの土地というか、こういうのも立体にしようと言えばできますけれども、まあ今回はこのフォントが主体なので、一応サンプル画像に従ってこういう状態までを作ってみました。ということで今回の説明は以上になります。